サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、初心者の方に向けてテナーサックスのおすすめのセッティングというのをご紹介していきたいと思います。以前ですね、こんな感じのアルトサックス向けのですね、おすすめのセッティング動画っていうのを作らせていただいたんですけれども、ぜひテナーサックス版も見たいというお声をいただきましたので、今回ですね、ちょっと僕なりにですね、おすすめのセッティングというのをまとめてみました。まあ、前回のアルト版に引き続きですね、マウスピースとリガチャーとリードですね、それぞれおすすめをしていきます。で、僕はですね、クラシックもジャズも両方吹きますので、まあ、それぞれのですね、おすすめがちょっと異なりますので、まあ、それぞれ項目ごとにご紹介をしていきたいと思います。まあ、なので今テナサックスのセッティングでちょっと困ってるよという方とか、まあ、今後ですね、テナサックスちょっと買いたいんだけどどういうのがいいのかななんて感じで迷ってる方はですね、まあ、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。というわけで早速行ってみましょう。ではまず最初にですね、僕が使っているテナサックス本体をご紹介したいと思います。僕が使っているのはこちらですね、見えますでしょうか。セルマーのジュビリーのシリーズ3でございます。そちらラッカーモデルですね。こんな感じになってます。これですね、使い始めてまあ6年ぐらい経ってるんですけれども、まあ非常に明るい音がするので気に入っています。そしてこちらですね、アルトでもご紹介したんですけれども、ヤニーブースターの GP をこちらもつけてます。これちょっと欲張りなんですけれども、このちっちゃい方をですね、こっちにつけて、大きい方をこっちにつけるという、ちょっと欲張り仕様ですね。3本のネジが刺さってる状態なんですけれども、まあ、現状これでかなり僕は気に入ってるので、まあ、当面はこれを使っていこうかなと思います。ではここからはですね、クラシック向けというのとジャズ向けというのに分けて解説をしていきたいと思います。ではまあ最初クラシック向けですね、まあ、主に吹奏楽をやってる方に向けておすすめという感じになるんですけれども、まず一番おすすめしたいのがですね、こちらの、まあ、ちょっと何にも書いてないんですけどセルマーのですね、 S80 の C の1スターというマウスピースですね。これも本当に僕長いことを使っておりまして、これも初心者の方でもですね、非常に吹きやすいマウスピースかなと思います。マウスピースとリードの距離がですね、そこそこ空いてますので、まあ、テナーサックスの場合はですね、やはりこう息の量をたくさん使ってあげた方が太い音出ますので、まあ、アルトはですね、僕170を使ってるんですけれども、アルトに比べると比較的広めのマウスピースになるかなと思うんですけれども、これはですね、本当に使いやすいのでおすすめです。これとですね、まあ、ほぼ同じような感じで、こちらですね、これもセルマーなんですけれども、S90 の180というマウスピースも使っています。これも本当最近僕使い始めたんですけれども、ワンスターよりもですね、音はまとまりやすいかなという印象ですね。なので、より綺麗にまとめたいという方はですね、180を選んでいただいて、まあ、ひとまず音をしっかり出したいよって方はですね、180だとまあ逆にちょっとこもりやすいかなと思いますので、C のワンスター使っていただくといいかなと思います。では続きまして、おすすめのリガチャーですね。非常に種類がいっぱいあるので悩みどころではあるんですけれども、まあ、まず初心者の方におすすめしたいのはこちらですね。セルマーの純正のリガチャーになります。これはゴールドラッカーっていうのとプレートっていうのがあって、アルトでもですね、僕はまあプレートをお勧めしたんですけれども、まあ、先日ですね、ちょっとアルトのリガチャの選定をした時に、やっぱりですね、ラッカーとプレートだとだいぶ音色感違うなという印象がありましたので、まあ、今回もですね、ちょっとテナーも一応僕はゴールドプレートをお勧めしたいと思います。まあ、値段が本当に4倍ぐらい違うかなというところなので、まあ非常に悩ましいんですけれども、まあ大体1万円ぐらいで、購入できるかなと思いますので、まあ、ご予算ある方はぜひプレートの方にですね、格上げしていただくとよろしいかなと思います。そしてですね、まあ、さらにご予算ある方は、僕はこちらをおすすめしたいと思います。これ BG というところから出てるトラディショナルの GP というリガチャですね。もうボロッボロなのでちょっとお見せするのも恥ずかしいんですけれども、まあ、これはですね、ちょっと値段的にはですね、まあ、さっきの GP よりもちょっと2倍か 2.5 倍かもうちょっとするかって感じでだいぶ高いんですけれども、非常にまろやかな音が出ますので、まあ、先ほどのですね、ワンスターとの組み合わせとか180の組み合わせとのですね、バッチリ噛み合うかなという感じで、僕も本当長年愛用しているリガチャですので、まあ、ぜひですね、こちら両方とも楽器店に置いてあるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。そしてですね、おすすめのリードなんですけれども、これですね、まあ、無難に青箱のまあ2半か3番かなと思います。まあ、特に初心者の方はですね、2半で全然十分かなと思います。まあ、最初からですね、3番とかつけちゃってもいいんですけれども、
テナーっていうのはそもそも音こもりやすいんですよね。で、マウスピースの開きもちょっとありますから、こうボソボソしてしまうというか、ちょっとシャーシャーなってしまうタイプのテナーになってしまってですね、音がより抜けにくいような状態になってしまいやすいので、できればですね、最初は軽めのリードで試していただいてから少しずつ厚くしていくっていうのはお勧めしたいと思います。まあ、青箱の2半っていうのが本当にアルトもそうですけれども、初心者の方には非常に扱いやすいリードになってますので、ぜひ試してみてください。まあ、ただですね、ちょっと注意として、1箱ですね、5枚しか入ってないんですよね。アルトサックスのは10枚入ってるんですけれども、テナは5枚というところで、で、しかもですね、当たりの確率もですね、別に5枚になったから、じゃあ4枚当たりだよっていうことではないと思うんですよ。ざっくりまあ半分か、まあそれ以下かなっていう感じなので、まあ正直ですね、こう外れ箱みたいなのは存在すると思います。なので全部吹きずれってこともあり得るので、まあ2箱ぐらい買っていただいてお試しいただくと、まあいいのあるんじゃないかなというところで、まあ今時期的にですね、梅雨ですので、まあ、非常にですね、リード楽器はちょっと悩ましい季節ではあるんですけれども、まあできればですね、ちょっと多めに箱買っていただいて、そこからまあ選定をしていただくといいかなと思います。では続きまして、ジャズ用のセッティングについて解説をしていきたいと思います。こちらもですね、マウスピース、リガチャ、リードそれぞれご紹介をしていきます。というわけで、まず最初がですね、マウスピースですね。まあ、テナーサックスでジャズをやろうって思うとですね、やはりですね、メタルのマウスピース、まあ欲しいよって方多いんじゃないかなと思います。まあ、僕としてもですね、こう音色を思い切りこうジャズ向けにするというか、ちょっとこう派手な音にするにはメタルマウスピースの方が手っ取り早いかなと思いますので、まずメタルをご紹介したいと思います。それがこちらですね。もうちょっと汚すぎてですね、ちょっともう恥ずかしいんですけど、このオットリンクのメタルでございます。もうこれ定番中の定番でですね、もう誰でも最初これ買ったらいいよって言うと思うんですけれども、本当はですね、こう写真みたいな感じでキラキラの金ピカでございます。僕のやつはちょっともう大丈夫って感じなんですけれども、これはですね、まあ、非常に扱いやすいかなと思います。で、開きはですね、7番あたりがやりやすいかなと思うんですけども、7スターっていう開きがありまして、これ僕結構気に入って使ってるので、まあ、こちらぜひ試していただくといいかなと思います。まあ、本当にですね、こう有名なプレイヤーというか、もう名のある方はですね、皆さんこうリンク使ってるんですけれども、まあ、そういったこう一流の方が使われているものは、まあ基本的にまあヴィンテージのリンクになりますので、まあ、ちょっと値段がですね、もう本当に冗談抜きで0、1個違うよって感じなので、まあなかなかこう手出しづらいかなと思うんですけれども、まあ現行品でですね、まあ十分その初めて買う方はですね、音色の変化楽しめるかなと思いますので、ぜひこちらリンクですね、使ってみてください。で、こうメタルだとちょっとバリバリしすぎちゃって、もうちょいおとなしいのがいいよって方はですね、ラバーも一応おすすめがございます。それがこちらですね。これ僕アルトでも使ってるんですけれども、ゴッツのセピアトーン VI の7番ですね。これも本当に扱いやすいかなと思いますし、初心者の方でもですね、なかなかこう吹奏楽のマッピからジャズマッピに変えたりした方は、非常にちょっとこう開きがですね、広すぎて扱いづらいって方多いかなと思うんですけれども、このゴッツはですね、もう本当に扱いやすいと思います。一応僕が使ってるのは7番という開きなんですけれども、7っていうとまあちょっと広いんじゃないっていう感じあるかなと思うんですけれども、非常にですね、スムーズに息も入りますし、レスポンスも非常にいいので、僕はとても気に入ってます。なので、まあ、メタルかラバーか、まあ、どっちもですね、本当はあるといいかなと思うんですけれども、まあ、音の好みに合わせてですね、ぜひ選んでいただくといいかなと思います。では続きまして、おすすめのリガチャですね。これはですね、オットリンクの場合はですね、一応付属のリガチャっていうのがついてくるんですけれども、これがですね、まあ、なかなかこう、ちょっとすごいんですよ。ばらつきが。で、まあ、リガチャもですね、一緒に選んで買うことができればいいんですけれども、まあ、なかなかそうもいかないかなと思いますので、まあ、もしですね、こうリンクを買って、リンクのリガチャ微妙だよって方はですね、まあ、こちらいいんじゃないかなと思います。こちら、ウッドストーンのメタル用のリガチャですね。まあ、見た目的に僕は GP にするとですね、キンキラキンで超かっこいいかなと思うんですけれども、まあ、これ本当に扱いやすくなるかなと思います。まあ、リガチャがやっぱりこうリードとマウスピースをですね、接続するというか密着させるための非常に重要なポイントになってくるかなと思いますので、まあ、ちょっとお値段は張るかなと思うんですけれども、このウッドストーンのですね、リガチャぜひ試してみてください。で、この石森のですね、この GP より、まあ、もうちょっとこうお手軽に行きたいよって方はですね、こちらの GF システムというリガチャもよろしいかなと思います。これですね、ロブナーとか、まあ、あとは石森のメタルのマウスピースとかに結構最近付属されてることが多いんですけれども、特殊素材でできた布みたいなものでですね、こうリガチャとしてリードを締めるというタイプなんですけれども、まあ、リードに対してですね、こうあまり干渉してこないというか、非常にこうナチュラルな音が出ますので、あんまりリガチャ
に抵抗感をちょっと持たせたくないよって方はですね、こちらぜひ使ってみていただくといいかなと思います。ラバー用もですね、石森のリガチャは非常に使いやすいかなと思います。で、僕がですね今使ってるのがですね、こちらになります。これ僕アルトも全く同じものなんですけれども、ウッドストーンのこだま2というリガチャですね。これまあ布製になってまして、リードと触れる部分がですね、木でできてるんですけれども、非常にですね、反応が良くてですね、布製のリガチャって結構モゴモゴしやすいんですけれども、非常にクリアに音が出るので、とっても気に入っています。では最後、リードですね。まあ、こうジャズ向けのリードっていうのはですね、本当に種類がたくさんあるので、非常に悩ましいところではあるんですけれども、まあ、一応初心者の方向けというところで、一番無難なところをご紹介したいと思います。僕はですね、こちらですね、バンドレンの緑の、ジャバーですね。これの2班が非常に使いやすいかなと思います。このリードだったらですね、どなたでもまあ比較的楽に音は出るんじゃないかなと思います。まあ、もしですね、まあ、ちょっと2班でも音出ないという方はですね、赤ジャバーっていうのがございます。こちらはですね、もうちょっと、音がクリアに出しやすいというか、少しこう薄くなってるので、緑で苦しいって方はですね、ぜひ赤も試していただくといいかなと思います。まあ、どちらも本当に使いやすいんですけれども、音の方向性としてですね、まあ、緑の方がよりちょっとジャズっぽいというか、ちょっと倍音が多めで、赤の方がですね、ちょっとクリアというか、割とパキッとしているような印象がありますので、まあ、ぜひお好みに合わせてセッティングを変えていただくといいかなと思います。あとはですね、バンドレンの ZZ というリードがございます。これはですね、Java よりもですね、若干厚くなってるような気がしてるんですけれども、この2番とかはですね、結構初心者の方も扱いやすいかなと思います。まあ、ただですね、ちょっとこちらはですね、そんなにこうメジャーな品ではないというか、どこの楽器店さんでも置いてるというわけではなくて、基本的にネットで買ってるんですけれども、まあ、そういう意味で言うとこれ、いつかなくなっちゃうんじゃないかっていう不安がですね、若干ありまして、まあ、それもあって僕も昔 DD だったのを最近 Java に切り替えてるんですけれども、まあ、その辺がちょっとまあ、ちょっと不安な方はですね、最初から Java 使っていただくと、まあ、気に入った時にですね、このリードなくなるかもっていう心配をしなくていいので、まあ、ぜひ試していただくといいかなと思います。あとはですね、ジャズ用のセッティングにおいてですね、ちょっとおまけコーナーって感じなんですけれども、このマッピ知ってますか？この真っ赤なマッピですね。これまあサイオスって読み方で合ってるんですかね、というメーカーのフルオーダーメイドのカスタムマウスピースになります。これはですね、まあ、ネットで直接ですね、サイトに、まあ、自分の好きな数値とか、好きなプレイヤーのイメージみたいなのを送るとですね、はるばるフランスから届くというものでですね、僕もだいぶ前にですね、直輸入で買ったんですけれども、これは結構面白い、マウスピースかなと思います。で、リガチャもついてるんですけど、輪っかなんですよね。すごいですよね。これなんか 3D プリンターで両方とも作ってるらしくて、こんな感じでカポッと。重ねてリードをつけることによってですね、音が出るというような感じですね。まあ、フルカスタムのマウスピースにしてはですね、非常にリーズナブルなので、その辺がですね、ちょっと面白いかなと思います。で、横にですね、こんな感じでこう、彫刻が入ったりするんですね。見えますかね？もうすごいですよね。派手さ半端ないんですけど、これはですね、本当に自分の好みによって、音がどんどん変えられるので、まあ、ちょっと初心者向きではないなって感じではあるので、まあ、ちょっと今回あんまり掘り下げないんですけれども、まあ、このマッピのもし詳しいレビュー知りたいという方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、需要がありそうだったら、ちょっと動画作ってみたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はですね、まあ、テナーサックスのおすすめのセッティングということで、マウスピース、リード、リガチャをですね、それぞれ紹介させていただきました。まあ、基本的にですね、僕が使ってるものはもうド定番だらけなので、まあ、あんまりこの動画見てもですね、なるほどってならなかったかもしれないんですけれども、まあ、それでもですね、やっぱりこう定番になるっていうのは非常に多くの方の賛同をいただいてるということなので、まあ、非常に安心感もありますし、まあ、これで吹きづらいってことはですね、あんまり考えられないかなと思いますので、まあ、とりあえずですね、こう吹くことがストレスにならないように、特に初心者の方はですね、まあ、楽しく吹いていただきたいなと思いますので、まあ、こちらのセッティングを参考にしてみてください。今後もですね、こういったレッスン動画とか、セッティング紹介動画みたいなのを作っていきたいなと思いますので、もしリクエストございましたらですね、コメント欄で教えてください。Twitter やブログでも情報を発信しておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もし良かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。